預言者、ナタンの遺恨ナタンとは、旧約聖書に登場する預言者、ダビデ王の知性中に活躍した。ダビデは、ヤファウェのために神殿を建てたい胸をナタンに打ち明けた。ナタンはそれに賛同したが、ヤファウェが夜に、ナタンに現れて、ダビデではなくその子孫によって永久に続く家を建てられることを約束した。ここで神がナタンに話されたこの約束は、後に、 シュトパウロがヘブライ人への手紙でイエスキリストに当てはめている。その後、ダビデがバトシェバと勘員を犯し、バトシェバの夫をリアを殺して自分の罪を覆い隠そうとしたとき、ナタンは神の裁きを下すために使わされた。ナタンは巧みなた例え話を用いてダビデの罪の重大さを思い知らしめた。ダビデが罪を認めると、ナタンはダビデは死ぬことはないが、 バットシバトの間に生まれるイゴは死ぬことを宣告した。やがて、ダビデとバットシバトの間に第二子ソロモンが生まれると、神はナタンを再び使わし、エディデアと名付けさせた。第四子アドニアがソロモンの王位を奪おうとした時も、ナタンは策を講じてダビデがソロモンを王位につかせるように事態を動かし、ナタンはソロモンに油を注いだ。ナタンはガドと共に、 神殿での楽器の配置について指揮をとった。このナタンの息子と思われるアザリアとザブトはいずれも重要な地位についていた。ありがとうございます。